パラドーム、スリチャパンは、太陽国、バンコク出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは9位。ATP ツアーで、シングルス5勝を挙げた。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。身長185センチメートル、体重81キログラム。父親は、銀行員。母親は、学校教師という。 恵まれた家庭に育ち、6歳からテニスを始める。父親は、息子のパラドーにテニスを教えるために、銀行員を退職し、息子のコーチを務めた。1996年に、世界ジュニアランキング10位に入り、1997年に、プロ転校。1998年から、男子国別対抗戦、デビスカップ対代表選手になる。 2002年ウィンブルドン選手権2回戦で、第3シードのアンドレアガシを6から4、7から6、6から2で破る金星を挙げ、世界的に有名になった。この大会では、次の3回戦で1996年の優勝者、リカルト・クライチェックに敗退している。その勢いに乗って、同年8月のパイロットペンテニスでツアー初優勝を挙げた。2ヶ月後、 ストックホルムオープンで2勝目を挙げる。この年は準優勝も2度あり、一気にアジア男子テニス選手のトップに躍進した。2004年全米オープンにて2002年に大国政府より兵役を免除されている。2003年4月21日にアジア国籍の選手として初めて ATP ランキングのトップ10入りを果たす。さらに5月12日には9位になった。 この年にはタイム誌のアジア版でアジアの英雄29人に選ばれたことがある。2004年アテネ五輪開会式では対戦手段の騎手を務めた。その後は右手首の故障に悩み、2007年3月のマイアミマスターズを最後に試合出場から遠ざかっていた。2009年にタイオープンのダブルスに出場したが、初戦で敗退。この試合が最後の出場となり、 2010年6月に現役引退を発表した。スリッチャパンは2003年頃、歌手のタタイアンと交際関係にあったが、親などの反対で交際を辞めた。その後、2007年11月29日に2005年、ミスユニバース優勝者、ナタリー・グレボバと結婚したが2011年に離婚した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。